品川フロントビルは、中日新聞東京本社が開発し、東京都港区港南に2010年12月にオープンした複合オフィスビルである。プロジェクトマネジメントは、三菱辞書、竣工後の管理は、三菱辞書、プロパティマネジメントが担当している。入居企業として、トヨタグループの総合商社、トヨタ通商の東京本社、及び豊か通りグループ各社が、主に入居している。 もともと、東ビルがあったところは1965年より、中日新聞東京本社の社屋だったが、中日新聞社が東京新室の創業地としている、千代田区内幸町へ2006年に移転することになったのに加え、社屋の老朽化が著しくなったことを受けて、2008年に閉鎖された。その後地の再開発計画として建設されたのが、品川フロントビルである。 建物は地上19階、地下3階で、品川駅南口から徒歩3分圏内に位置する。当ビルの大部分を占めるオフィスエリアは、東西95メートルの部柱空間とし、天井高も3メートルと余裕を持たせている。また、低層部の地下1階から2階は、飲食、物販などの商業エリアとなっている。このほか、子育て支援施設のキッズ館も併設しており、 港区の子育て広場や東京都認証保育所なども入っている。東ビルの公開空地にはソメイヨシノなどが植えられており、ミニ植物園的な広場として使われている。ありがとうございます。